これからは、これからも別に暇な時は配信するし、急になくなるわけじゃないので配信が。あれ、切りよく80日だったの。あ、そうなんだ。なんかそれはそれでいいね。なんか、そう、これからも別に配信はやるので、はい、好きな時にやるので、また普通に通知オンにして待っててください。そう、あの、誰々は続けてるのにとか、誰々はやってるのにっていう言葉が一番私嫌いで、はい、あの、やめてくださいはい、私は私です。そんな私なんか誰かにならせようとしないでください。あのね、すごい、あの、大変だなって思ったのは、まあ、別に毎日アイドルを目指してやってたわけじゃないから、別にそんな、なんか気持ち的には、あの、まあ緩かったっちゃ緩かったんだけど、そう、ファンの人となんか関わる時間が増えたらいいなと思ってやってただけだから、気持ち的にはそうあれだったんだけど、なんかやっぱり、あの、このまず仕事終わって帰りますってなった時に、あの、まず岐阜へ帰らなきゃいけないという一番最大の試練がありまして、そう、はい、まず、あの、愛知県から出なきゃいけないという試練がね、待ち受けてるんですよ。そう、それが結構ね、あの、大変でしたね。はい、その、じゃあ例えば、なんか名古屋仕事終わって、そう、名古屋仕事終わってすぐ別にできるんだけど、だから帰ったら時間的にできないみたいな、そういう日がね、たまにありましたね。はい、まず県外に行くっていうのがちょっと試練でしたね。まあそんな感じですかね。まあこうやってまた9月はできる日がちょっと限られてくるかもしれないんですけど、またやれる日にやりたいと思います。
なぎはまだ頼んでません。なんか机の上にはね置いてあるんだけどね、いつも忘れちゃうんだよね。ゼップの後は少し休めました。意外と、うん、いやそう、アブデカがね、あの復活するんですよね。アブデカ復活するんですよ。マジ一番のニュースじゃない？今年一番のニュースだわ、アブデカ復活なんて。マジで楽しみです、本当に。まさか帰ってくるとは思わなかったですね。あのさらば危ないデカで終わりだと思ってたのに、まさか今年ではないですね。そう、まさかまた帰ってくるとは思ってなくて、またあの二人が見れるのかと思ったら、もう毎日が楽しいですよ。ルカ今さワンピース見てるんだけどさ、なんかもうアブデカも見たいし、見たいさやついっぱいあるんだけど、アブデカ見たことないのでぜひプレゼンしてほしい。プレゼンちょっとむずいんだけど、でもルカはもともとそのちっちゃい頃から刑事ドラマとかそのサスペンスとかを見るのがすごく好きだった。そう、推理物とかそういうのをなんか見るのが好きだったからアブデカはすごいハマって、そうだからそういう刑事ドラマとかサスペンスとかが好きだったから、ファンの人にそのおすすめのなんか刑事ドラマとかありますかみたいなのを聞いたら、すごいアブデカと太陽に吠えろかながすごいいいコメント欄にいっぱい来てて、まあとりあえずまあ試しみたいな感じでアブデカを見ようかなと思って見たらドハマりしちゃって、そうあれもめちゃめちゃ長いんですけどね、ルカが生まれるもう前の前の前のお話作品なんですけど、まあ、まずお二人がかっこいい、タカとユイジがめちゃくちゃかっこいいです。しかも二人はそれぞれの良さがあるで、今じゃ考えられないそのなんかアクションだったりカーアクション爆発とか、そういうのが見れて面白かったし、うん、あとはなんだろうな、なんかハマったそうかっこよすぎてハマりましたね。今がどうなってるかわかんないけどさ、
今ってさ、いくらでも CG でできるし、いくらでもこうなんていうの、映像とかでなんかできるじゃん。でも昔はそういうのがさないからさ、ありえないその演出とかもあるわけじゃん。そのバスからなんか飛び移るとか、トラックから飛び移るとか、バイク乗ったまま射撃するとか。そう、みんなね、もうそれがとにかくかっこよくて、もう興奮しますね、見てて。まあ今回の復活がどういう形になるかわからないですけど、ちょっと早くね、もう会いたいですね、二人に、タカとユージに会いたいです。15分経過しましたね。いやマジで楽しみだな、アウデカ。マジで楽しみ。いやガチ楽しみだな。ワンピースの映画見てないですね、まだ見てない。でもユキと見に行く約束をしてるので、まあ、ユキのお休みがあれば一緒に行こうかなと思います。マジさ、ユキの方が先を見てるからさ、ルカより先を見てるからさ、めっちゃネタバレしてくるの、あの人。やめてほしいよね。でもルカはそんなネタバレをも超えるネタバレをしました。まあみんなにも前言っちゃったんだけど、ネタバレ。そう、え、そしたらあのゼップの悪魔の実の話、話題になりましたね。そう、悪魔の実何がいいっていう、お題が生まれました。そう、ルカのネタバレがきっかけで生まれたんですよ、あれは。確か、これで違ったら恥ずかしいけど。すごいいっぱい花火。ちょっとこれで
バラバラの実、バラバラの実は何ですか？何の実？どういう実ですか？バギーのやつ。あ、バギーのやつね。ああ、あれね、道化のバギーね。ああ、あれね。こう、アクアの実は自分で作ってもいいんですよ。だからルカとかはあのないもの、ワンピースには出てこない。いや、わかんないですけどね、もしかしたらこれから出てくるかもしれないけど。そう、もうすでに食べててもいいし、これから食べたいっていうやつを自分で作ってもいいし。そう、そういう風にあの楽屋でめっちゃ盛り上がった状態で、MC にも持ち込みました。だからみんなもね、あのトーク会のさ待ち時間とか、ぜひみんなでおたともと一緒に話してみて盛り上がると思う。俺何の実食べたと思うとか言って、そう、これ全部対応できますからね。ゼップの時もそうだったけど、話が薄いなと思ったら、あれペラペラの実食べてるとか、そう、何でも対応いけちゃいますから、そう、ぜひ織田友とトークに悩んだら使ってみてください。じゃあ、じゃあとか言って、本当はもうちょっとだけやりたいんだけど、あのちょっとね、ここだけの話。あ、ミラボーさんありがとう、いつもありがとうございます。そう、本当はもうちょっとやりたいんだけど、あのここだけの話ね。ワンピースの続きを見たいんですよね。もううずうずしちゃって、ワンピース見たくて。そう、そうなんですよ。ちょっと今すごいうずうずしてるので、もうせっかく、まあ今日でとりあえず、まあ毎日配信はあのちょっと前に切れちゃったけど、あのとりあえず毎日配信は今日で8月いっぱいで終わりということで、記念にスクショタイムをします。いっぱい盛り上げてください。でもあのすっぴんなので、すっぴんだし髪もね、なんかさっきまでね寝てたんよ。そうだから髪がちょっとボサボサなので、可愛いやつをまあ乗せる人は乗せてください。やっぱり夏なんで花火で、花火で、とりあえずのスクショタイム。おお、金魚もいる。いいね、花火。
かわいい夏って感じ。取れました？取れた？取れたかな？取れました？いっぱい花火ありがとうございます。花火で盛り上げていただけて。ねえ、明日から9月ですね。ちょっと考えられないです、9月が来るのが。あと9月もうリハーサル三昧だと思うんですけど、みんなにね、24日と25日かな、2日間のコンサート楽しんでもらえるように頑張ってリハーサルしていきたいと思います。危ないデカが公開されたら見に行くの当たり前じゃん。もう絶対初日に行くよ。てかコナンみたいなのが何回も見ちゃうかもしれない、嬉しすぎて。それぐらいね、胸熱な案件ですね、これは。危ないレカ、うちも好きです。一緒だね、わかるよ気持ち。横浜での撮影があるみたいですか。エキストラ募集しようかな。やり方わかんないけど、それぐらい好きなんです。さらば危ないでか当たり前じゃないですか。見ましたよ、映画館行きましたよ。え、募集しちゃダメなの？ダメなのかな。あ、募集、あ、募集、応募か間違えちゃった、応募ね。ルカ募集って言った？応募。応募しようかな。間違えちゃった、言ってた。うわ、気づかんかった、怖っ。なんかそういう情報あったら教えてください。皆さん方が情報は早そうなんで、なんかグッズとかなんか公開日とか情報が入ったらすぐこちらに共有してください。皆さんお願いします。そこはもう任せます、皆さんに。グッズはさすがに手に入れたいな。もうさらば危ないでから、なんかパンフレットとか
もうなんかまだ持ってるな。ちょうど喋ってたら30分経ちますね。あとちょっとで、皆さんとりあえず、80日ですね、続いたんですけど、皆さん配信を見てくれてありがとうございました。またね、9月ちょっと時間ができたりしたら配信またやるので、あんまりルカって告知しない派の人なので、通知オンにしてまた待っててください。本当に見てくれてありがとうございました。またね、会いましょう。ここでじゃあワンピースを見てきます。みんな今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ、またね、バイバーイ。まだ